第42回 NHK 紅白歌合戦は1991年12月31日に NHK ホールで行われた通算42回目の NHK 紅白歌合戦。19時20分20時55分及び21時から23時45分に NHK で生放送された。前回に引き続き21世紀に伝える歌という テーマに基づいたアンケート調査、歌唱力、今年の活躍度に加え、新たにこの年4月にスタートした歌謡リクエスト賞への反響やカラオケへのリクエスト状況が選出基準として加味された。その結果、今回も懐かしい名曲、歌手がこの年のヒット曲や、当代の人気歌手に混じって数多く紹介された。初出場組はトンネルズ、X、スマップ、 森口博子、西田光、海外からは、小ビジネス界の重人、アンディ・ウィリアムズや、日本における、グループサウンズブームの火付け役であり、根強い人気を、誇るザ・ベンチャーズら計23組。この23組という初出場家手数は、番組史上最多である。この年も、前回同様12月5日に、赤組28組、白組27組の出場歌手を、まず発表。 最終決定は12月12日までずれ込む。最後に決まった出場歌手はフィリピン人の音楽グループスモーキーマウンテンだった。ハウンドドッグは12月19日に歌唱曲がホルティシモと発表されたが24日にブリッジあの橋を渡るときへの変更を要請した。歌唱曲の発表後に変更を要請したことから NHK が認めず揉めた末にハウンドドッグは 出場を辞退し、代わりにバブルガムブラザーズが初出場を決めた。当日メンバーのブロー、コーンは歌い終わりで、サンクス2ハウンドドッグと叫んだ。ハウンドドッグは、その後出場機会がなく幻の出場となっている。ただし、大友公平は NHK と絶縁関係にならず、引き続き音楽番組をはじめとした様々な番組に出演している。このか。 先日の小泉京子への赤組司会就任の打診の件も含め出演者交渉につき、前回に続いて難航を極めた紅白であったものの、その苦境をバネに注目を集める人選が数多く、試された紅白でもあった。この年、ラブストーリーは突然にがヒットした小田和正、セイイイエスがヒットしたチャギアスカへの出演オファーを行ったが、両者とも大晦日は、 テレビ出演をしないという理由で断られた。前回出場した宮沢理恵は、この年、目立った歌手活動がなかったことを理由に落選した。出場歌手の選考以前の段階で、リックリーが出場候補として上がっていると報道された。郷ーダ・ミチヒと紅白歌合戦の真実、九十九ページ。ゴーダ・紅白歌合戦の真実、九十九ページ。 なおこのやりとりは、山川アナが白組司会、堺が白組出場歌手だった第25回でも行われていた。出場歌手発表、日刊スポーツ、1999年12月2日付。本番、日刊スポーツ、2000年1月1日。なお、同作は、当時の朝ドラ史上最低平均視聴率を記録した。ゴー紅白歌合戦の真実。 ただし、第54回に審査員として出演した。紅白歌手別視聴率40、40%えは嵐ら,ら3組だけに、前回は31組、スポーツ放置、2020年1月7日6時0分。カモンタツオが教える。これであなたも、人気者。変え歌講座基礎編 YouTube、カモンタツオ公式チャンネル、スモーキーマウンテンの日本版、アルバム、 パライソ3曲目に収録された、サイの放題は、素晴らしい明日に向かってである。少年隊ミュージカルプラソン90、マスク劇中華、ハロブロードウェイと仮面舞踏会のメドレーハット ABCD、読売新聞1991年12月9日付、東京有刊、11ページ。和田博史とマヒナスターズ以来に例目勝つ女性では、 初の紅白両組からの出場経験者となった。朝日新聞1991年12月13日付長官、26ページ。毎日新聞1991年12月27日付、東京長官、22ページ。朝日新聞1991年10月22日付夕刊13ページ。ありがとうございます。